皆さん、こんにちは。マリです。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。 There is transcript in Japanese and English on my website。今日のテーマは祝日についてです。昨日でゴールデンウィークが終わりました。ゴールデンウィークには4つの祝日があります。4月29日は昭和の日でした。昭和の人は昭和時代に起きたたくさんの出来事を振り返る日です。昭和時代は長く続きました。1926年から1989年です。この時代は戦争や、あとは東京オリンピック、そして大阪万博などいろいろな出来事がありました。その昭和時代を振り返ろうという日です。5月3日は憲法記念日でした。これは現在の日本国憲法ができた日です。5月4日は緑の日です。緑の日は自然ですね、nature、 自然に親しみを持って感謝をする日です。5月は春が終わって桜が終わって、そして新しい芽がいっぱい出ます。とても緑が美しい季節なのでぴったりな祝日です。そして5月5日は子供の日です。子供の成長と幸せを願う日です。短い期間にたくさんの祝日があります。でも日本人は何の日か知らない日も人も多いです。私も最近調べました。次の祝日は7月です。待ち遠しいですね。それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。I have an online community for Japanese learners. If you want to join Japanese learning community and make friends who learn Japanese, come join us. And I made Japanese speaking textbook. If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has an audio so you can improve your listening and pronunciation as well. Check description box.